はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、7月から始まるスマホ決済サービス&キャッシュレスキャンペーンまとめということで、まあ、現時点で発表されている7月から始まるサービスやキャンペーンをざっとまとめたもので、今からお伝えしていこうと思います。ということで、まず7月から始まる新たなスマホ決済のサービスからお伝えしていこうと思います。今回2つでですね。まずは1つ目は、ファミリーマートが提供するファミペイということで、6月の30日からアプリの配信が始まって、サービスの開始は7月の1日からになってます。そして、ファミマ T カードが終了するということで、今回終了するのはファミマ T カード及び T カードの会員限定特典が終了するということになってます。で、次にセブンイレブンが提供するセブンペイということで、こちらも同じく7月の1日にスタートします。セブンイレブンのアプリにセブンペイの機能が追加される予定となってます。そして7個ポイントが貯まる、そして使えるということですね。で、次にスマホ決済のキャンペーンについてお伝えしていきます。今回は大きく分けて3つですね。まず先日の動画でもアップしたセブンイレブンでコンビニ3社の合同企画キャンペーンということで、期間は7月の11日木曜日から7月の21日の日曜日の11日間ということで、セブンイレブンでペイペイ、ラインペイ、メルペイを使って決済をしたら 20% が還元されるということになってます。それぞれの還元上限は1000円相当まで、そしてボーナス付与については早い順に並べると、ラインペイが支払い後にもらえて、次にメルペイが翌日にもらえます。そしてペイペイの場合は翌月の20日頃ということになってます。一応下の概要欄に詳細について説明した動画のリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。2つ目はペイペイですね。こちらは7月からワクワクペイペイということで、7月の1日から7月の31日の11時から14時の間に開催されます。で、対象となるのは今回は飲食店とスーパーマーケットとなってます。で、還元は 10% から 20% の還元、そしてペイペイチャンスもありということですね。で、最後3つ目は D 払いですね。こちらは 20% 還元で、期間は7月の1日から7月の31日までということで、上限は1万ポイントまで、そして D 払いのアプリのみで ID 決済はできないということになってます。で、最後に全体的に日程だけまとめると、ファミペイとセブンペイは7月の1日からスタート、そしてセブンイレブンにて LINE ペイ、ペイペイ、メルペイが使えるのは7月の1日からなんですけども、キャンペーンは7月の11から7月の21日までとなってます。で、ペイペイのキャンペーンは7月の1日から7月の31日の11時から14時の間、そして D 払いの場合は7月の1日から7月の31日までということですね。まあ、今回は現時点で発表されている限りの情報ですので、また新たな情報があれば小分けにして改めて動画にしたいと思います。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。